ブログファイヤーの一番重要なポイントって長期的に安定して稼ぎ続けることなんです。ブログファイヤー目指す人は無料ブログを絶対に使ったらダメです。重要なことは検索エンジンよりも読者に評価されるブログを作ることですね。 はい、どうも中島です。今日の動画は、ファイヤーできないブログの特徴5000というテーマで話をしていきます。最近はね、ブログファイヤーなんて怪しい話をしています。まあ本当はね、全然怪しくないんですけど、まあブログもファイヤーもね、人によっては怪しいって感じちゃう人もいるっていうのがね、事実かなと思います。まあそれがブログとファイヤー合わせたブログファイヤーなんてね、僕が言い始めたから、はい、差実確定みたいに喜んでいる人も多いような気がします。まあでも、至ってね、本人は真面目にブログでファイヤーするブログファイヤーノウハウの発信をしているんですよ。で、ファイヤー目指している人 はね、たくさんいるんですけどまあじゃあ実際にファイヤーにつながるようなブログ運営できている人がいるかって言われたらねまあ現状ほとんどいないんじゃないかなと思います。で 今自分はァイヤー目指してるんだけど、自分の作ってるブログはファイヤーできるんだろうかって気になっている人も多いかなと思うので、今日はね、FIRE できないブログの特徴を解説していこうと思います。で、今日の動画見て参考になった、勉強になった、ここがわからないなど何でもコメントもらえると嬉しいです。コメントもらえるとね、動画投稿の励みになるから一言でもいいからぜひコメントも残してください。では早速本編に入っていきましょう。まず一つ目の特徴がトレンド要素が強いブログですね。 まあブログファイヤーの一番重要なポイントって長期的に安定して稼ぎ続けることなんです。マジでこれが一番重要です。で、トレンド要素が強いジャンルのブログって将来性が全く読めないからファイヤーできるかどうかが運次第になっちゃうんですよ。で、トレンド要素が強いジャンルって何かっていうと仮想通貨とかリモートワークみたいなものですね。確かに今、 まあコロナの影響とかもあってね、仮想通貨とかリモートワークってすごい盛り上がってるし、需要自体もあるんですよ。まあ仮想通貨ブログでね、月1000万円以上稼いでいる人も多いですよね。ただそれが5年後10年後にどうなってるかってもう誰にも予想できないですよね。まあ5年後も絶対に生き残ると思っていたけど、ブームが去ってしまったっていうことは十分想定できるので。 長期的にね、取り組む前提のファイヤーとは相性が悪いと僕は思っています。それだったらトレンド要素が強くない王道ジャンルでブログを展開していくのがおすすめですね。例えば、脱毛とか転職とかダイエットですね。そういうものは5年後も10年後も30年後も需要が見込めるから長期的に稼ぎ続けられる可能性が高いと言えます。でもね、これ逆に言えば短期的に稼ぎたいだけなんだったらトレンド要素の強いジャンルでブログやるっていうのは全然ありですね。まあ、競合が少ないから稼ぎやすい可能性が高いので。 あくまでブログファイヤーを前提に考えれば、そういうトレンド要素が強いブログっていうのはなしっていうだけですね。はい。で、二つ目の特徴が無料ブログですね。アメブログとか、まあ FC2 ブログとかでね、お金を稼ごうとしている人も多いですよね。あの、ワードプレス使ってね、自分でブログを作ることが主流になっているんですけど、例えばお金がないとか、やり方がわからないなど、いろんな理由で無料ブログ使っている人っていうのもまだまだ多いかなと思っています。 基本的にブログファイヤー目指す人は無料ブログを絶対に使ったらダメです。どのぐらいダメかっていうとドラゴンボールのチャオズの自爆くらい使ったらダメなものです。まあ屈指の名シーンだと僕は思ってるんですけど、でもやってもいいことはないので。で、無料ブログだとね、ファイヤーできない理由っていうのは2つです。1つ目が、 赤2つ目が利用規約の変更です。まあそれぞれね簡単に解説をしていきます。で、1つ目の赤番なんですけど、無料ブログだと赤番されるリスクっていうのが絶対にあるんです。まあ簡単に言えば自分のブログが運営側に勝手に消,消されることですね。 この削除される理由っていうのは利用規約違反などいろいろ考えられるんですけど恐ろしいのはね何にも悪いことしてないけど赤番されるケースがあることですね。これね普通に起こるんですよ。運営側がダメだって判断したらどんなに理不尽でもブログ消されることがあります。まあこういう時にね復活させてくれって運営側に頼んだところで復活しないことがほとんどなんですよ。はい。なので無料ブログっていうのはあくまでアメブロとか FC2 の場所を曲がりしてるだけなんだよっていうのを忘れないようにしてください。まあオーナーがね黒だって言えば白も黒。 に変わるようなな世界なので、そこは気二つ,つ目が利用規約の変更です。まあ、無料ブログのね、もう一つのディスクっていうのがこの利用規約の変更になります。無料ブログの利用規約でアフィリエイト自体が禁止されているようなブログもあります。例えば、アメブロとかですね。はい、アメブロでアフィリエイトするには許可が必要で、勝手にブログでアフィリエイトするのは利用規約違反になることがあります。はい、利用規約違反になってしまうと赤番されても文句は言えないですよね。 ま、でもこのね、アフィリエイトができるできないっていうのは時期によっても違うので、利用規約をしっかりチェックするようにしてください。はい、アメブロもアフィリエイトできる時期があったりとかできない時期があったりするんです。でも、この利用規約がね、途中で変更されるかどうかっていうのは、まあ分からないじゃないですか。で、もしね、アフィリエイトを頑張ってやってるのに途中で利用規約変更になってしまって、アカウント消されてしまうと怖いですよね。 で、使っている無料ブログの利用規約が今後どうなるかなんていうのは誰にもわからないわけですよ。さっきね、トレンド要素が強いジャンルは避けましょうっていう話をしたんですけど、それと同じように、まあ、この利用規約が変更されるかどうかっていうのはわからないです。もう運営会社のね、考え方一つで変わるので、長期的な視点では使いにくいなと僕は思っています。 で、この話を聞くとね、もう無料ブログで始めちゃったんだけどっていう人もいると思うんですけど、そんな人も安心してください。無料ブログからね、ワードプレスに移行することもできます。で、絶対に注意しなければいけないことは、自分のドメインでブログを運営することです。これは絶対にやってください。もう詳しい話は避けるんですけど、無料ブログでね、ブログ運営していたとしても、独自ドメインでブログ運営することが必須になります。 で、この独自ドメインっていうのは yahoo.co.jp とか google.com みたいなものですね。この独自ドメインを取得していないとワードプレスに移行するときとかに問題が起こってしまうケースも多いです。で、無料ブログによってはね、独自ドメインは有料プランじゃないと使えないことも多いからそこは、まあ注意をしてください。で、ブログファイヤーしたい人はワードプレスでブログを作るって覚えておいてもらったら OK です。はい。で、3つ目の特徴が SEO 依存ですね。 はい。おそらくこれが理由でブログファイアできない人が多いはずです。SEO に依存してしまっているブログは絶対にファイアできないです。その理由は SEO が安定しないから。SEO アップデートが起こると数ヶ月に一回ね、まあ検索結果っていうのが大きく変わります。SEO で上位表示されていたようなブログも一夜にして県外に吹き飛ばされてしまって、売り上げがなくなってしまうっていうことが本当に多いです。まあブログで稼げるかどうかってね、SEO 次第なんですけど、その SEO が安定しないから長期的に稼ぎ続けることがマストの まあファイヤーは難しいいっていうことで、すねで SEO で安定させる方法っていうのはね、これね、残念ながらないんですよ。僕、16年間やってきたんですけど、そんな方法はないっていうことがよくわかりました。もうすごい悲しいです。で、ブログファイヤーしたければね、SEO に依存しない資産価値のあるブログを作らないといけません。で、資産価値のあるブログに関してはね、別の動画で詳しく解説しているので、まあ、概要欄の方からチェックをしてみてください。で、4つ目が検索エンジン重視ですね。 まあ、SEO 依存と被る部分があるんですけど、検索エンジンを重視したブログでは、ァイヤーすることは難しいです。まあ、SEO をね、重視したブログの資産価値は低くなります。そういうブログには、SEO で上位表示されていないと人が集まらないからですね。 まあ、つまり、SEO に頼った集客しかできなくなって、資産性は低くなるということです。で、さっきも解説した通り、SEO は不安定だから長期的に稼ぎ続けるっていうことができないです。まあ、詳しいブログノウハウの解説までは今日できないんですけど、重要なことは検索エンジンよりも読者に評価されるブログを作ることですね。まあ、僕がよく言っている読者満足度の高いブログを作りましょうということです。 で、読者に評価されているかどうかがわからないっていう人も多いと思うので、まあ簡単に判断する方法を教えておきます。これは SNS とか問い合わせフォームに読者から反応をもらえるかどうか、これでざっくり判断できます。まあ1年以上ね、ブログ運営していて誰からも反応がなければ、それは読者に求められているような情報提供ができていない可能性があります。そういうブログはね、SEO でも上位表示できないので、ありきたりなブログになってしまっているかとか、 まあ、記事の書き方が間違っていないかとか、そういうのをチェックしてみてください。まあ、いずれにせよね、早めに方向性を見直す方がいいので。ただ、ブログ運営開始直後の人っていうのは、読者の反応はそこまで気にしなくていいです。まずは、まあ、記事をね、たくさん書いていくようにしてください。で、5つ目が、テーマの幅が広いブログですね。 幅広いテーマを扱っているようなブログもファイヤーできないんです。これね、すでにブログが一般に普及して15年以上になります。で、どんなテーマでもね、すでに似たようなブログが数えきれないほど存在するんです。まあ、すでにあるブログと同じようなものを今から作ってもね、読者っていうのは集まってくれないし、お金を稼ぐこともできないです。例えば僕が今からね、普通のダイエットブログをやっても稼げない。 っていうことですね。まあ、ダイエットノウハウっていうのはもうすでに世の中に溢れているし、YouTube も本も出ていて、芸能人が教えてくれるようなものまであるじゃないですか。そんな中で誰も知らない僕がね、これから一般的なダイエット情報を発信したところで、まあそこに対してね、興味を持ってくれる人なんていうのはまずいないんです。 だから、ファイヤーしたい人っていうのは、ブログのテーマを絞ってください。イメージは、マツコの知らない世界くらい絞ったテーマでブログをやることですね。そんなテーマでブログやってる人がいるのかって思わず言ってしまうようなね、小さなテーマに絞る方がいいです。ただ、これもね、テーマを小さくしすぎてしまうと、需要が何にもなくなってしまうことがあるから注意をしてください。まあ、お金を稼ぎ目的でやるんだったらね、 当然、そこに需要っていうものがないとお金を稼げないということになってしまいます。まあ、サッカーのドリブルに絞ったブログはいいんですけど、そこからさらに絞って、左利きの人専門のサッカー、ドリブルブログまで行ってしまうと小さくなりすぎ、みたいなイメージですね。はい、この辺を調べるには SN、SNS とかね、Google 検索で悩みを持っている人がいるかどうかっていうのをチェックしてみてください。 で、この辺の話は w e b 職 t v ではずっと伝えてきていることですね。雑記ブログよりも特化ブログよりも超特化ブログがいいって言ってるのをね、聞いたことがあると思うんですけど、それと同じ話です。で、ブログで稼ぐだけじゃなくね、ブログファイヤーにおいても超特化ブログの方がいいです。まあ、小さく始めて大きく育てるっていうのはビジネスの基本です。まあ、スタートスモール。 アンドグロービックっていう言葉もあります。まあランチェスター戦略っていう有名なね戦略があるんですけど、それでも同じです。弱者が強者に勝つ唯一の戦略は、一点突破の局地戦で挑むことだ。ということですね。はい。ただ、ほとんどの人はね、初めから大きなものを作ろうとして失敗してしまうんです。これブログでも同じですね。とにかく小さく始める方が難易度も下がる上に成功率も上がるから忘れないようにしてください。 はい。今日はファイヤーできないブログの特徴を解説してきました。一つ目がトレンド要素が強い。二つ目が無料ブログ。三つ目が SEO 依存。四つ目が検索エンジン重視。五つ目がテーマが幅広いということですね。まあ、自分がファイヤーしたいと考えているんだったら今日解説した特徴に当てはまっていないか、はい、確認をしてみてください。まあ、ファイヤー目指す上でね、絶対に外せないポイントっていうのは長期的に稼ぎ続けることですね。ここだけは絶対に忘れたらダメです。 はい。この辺のノウハウを解説している人はほとんどいないから注意をしてください。以上、今日の動画を参考にしていただけると嬉しいです。今日の動画が参考になったと思ってもらえたら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。ブログで困っている知り合いいたらね、ぜひ w e b ショッ p t v 紹介してください。コメントもらえると動画投稿の励みになるから一言でもいいからコメントいただけると嬉しいです。ブログノウハウをもっと勉強したい人のために無料メール講座っていうのもやってます。メールアドレスだけで登録できるのでね、ぜひ、 ま、概要欄からチェックをしてみてください。最短で SEO ライティング鍛える SEO ライティング実践講座もやってます。講座ではね、プロのライターがマンツーマンで記事の書き方を指導しています。最短で高品質な記事書きたい方にはおすすめの講座になってます。はい、お試しもできるのでね、興味があればぜひこちらも概要欄からチェックをしてみてください。今日はファイヤーできないブログの特徴という話をしてきたんですけど、ブログで稼ぐこととブログファイヤーすることっていうのは全く違います。 ブログで稼ぐだけなんだったら、まあ、一瞬でもね、稼げればそれで目的達成できるんですけど、それでは FIRE につながらないんです。まあ、ほとんどの人が解説するブログノウハウっていうのは SEO しか考えてないし、そもそも長期的に稼ぎ続けるっていうことを全く考えてないです。まあ、長期的にね、じゃあブログで稼げるためにどうしたらいいかっていうノウハウを発信してる人は僕は見たことないんですよ。 でこのブログ ×SEO で稼ぐっていうのが当たり前だってみんな思ってるんですけど、まあ、SEO から離れるだけでねブログの可能性っていうのは一気に広がるし長期的に稼ぐっていうこともね視野に入れることができます FIRE したいけどどうしたらいいかわからない人とかファイヤーできるブログノウハウを学びたい人は今後も w e b 職 t v を参考にしてくださいということで今日の動画はこれで以上になりますありがとうございました今日のアベメモです1トレンド要素が強いジャンルは数年後稼げなくなる可能性がある 無料ブログは赤版や利用規約に採用される。3.SEO だけに頼らない集客をする。4. 検索エンジン重視の記事は資産性が低い。5. なるべく狭く、かつ需要があるテーマで始める。